気持ち、当たったら飛んでいくっていう気持ちになると、だん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 ピッチングの幅が狭くなってしまうんですよね。落としましたがボール、張本さん、ヒット2本がやはりボールが高く浮いてるんでしょ。それを打たれてますよね。それと完璧に打たれてますから、嫌なんですよね。ワンエンドワン、糸井さん、なんか疲れてるような感じします？いや、まだ大丈夫だと思います。そうですか。ただまたボール使ってホール打ち取れば、あとは楽じゃないかなと思って見てるんですけどね。じゃあスライダーでも行きますか。いや、カーブ、膝元を狙いはしない方がいいですよね。その辺がピッチャーは、2-3 からでもボールを投げて、しかもアウトが取れることがあるというね、そういうテクニックはもう斉藤は持っているわけですが、おっと際どい。普通のバッターであればあそこからもう1球ボール気味の球投げて振ってしまうんですよ。でもこのホールっていうのはすごい集中力あるんですよ、こういうチャンスの場面で、だから見逃せることもあるんですよ。そんな予想してないと思うんですよ。サイクルしようがないからね。今はもう斉藤の本当のこの計算といいますかね、度胸勝ちじゃないでしょうか。今キャッチャーの村田もちょっと、おっと一塁線やってました。さすがに本塁へ一点返しました。4-2。さあ、ワンアウト二塁三塁でブルペンの動きが急になりました。東芝日曜劇場、ワンアウト二塁三塁です。バッター山崎、ピッチングのペースっていうんですかね、あれが変わってきてるんですよね。ということは、あそこで山崎はよくボール見てました、それで悩んだなりましたよね、それからね、ストレートどうしてきてるんですよ。抑えにかかってるから衝突みたいな形になって、ライト線でヒットみたいになってくると思うんですよ。この前の打席と同じように山崎が斉藤に対して粘りっ気を見せることができるか。スライダーで2-2から待てるか、2-3からもう1球待てるかっていう、待てるもんなら待ってみろ、犠牲フライにはなります。三塁ランナーは川端、セカンドランナーも三塁に行きました。1点差です。打てるようなバッティング内容を身につけましたから、ボールですよね、非常にうまいバッティングしましたよ。張本さんを前に置いてなんですが、この人は今年バットを押すといいますか、ボールを乗せるといいますか、そういう感じのスイングを身につけたような気がするんですよ。おっしゃる通りですね、去年まではないかボールを壊しにかかるようなスイングしてたのが三村、ライト線とかね、打ちそうな気がいつもしますよね。特に2アウト3塁とかいうケース嫌ですね。嫌ですね、この人は。気持ち1、2塁間を狭めているジャイアンツです。まずレフト線はないとデータがありますんでね。弱い球でしたらこの人引っ張れますよ。すいません、この人は次の球を読むのがうまいんですよね。そうですね。3塁線引っ張りました。斉藤同点になってしまいました。一塁悪送球をしたハウエン、取り損なった落合、ベンチの長嶋監督、記録はヒット、にっこり三浦。もう一度見ていただきます。狙った感じの打球でした。三塁線ハウエンがよく取りましたが、一塁へ停投。
して、あの後からでは、ね、何とも言えるんですが、はい、つまり三村足が悪いですからね、はいはい、逆に言えばマックはあの打球でセカンドランナーを三塁に生かしてしまった。生かしていかんですね。ピッチャーを苦しめることになりますんでね、ですからそういうことは野球には大きくあるんですよね、つながりというのが。中村が初打席、久しぶりの打席に入りました。引っ掛けてレフトへ、広沢が取ってスリーアウトチェンジです。しかしどんなプレーをファンに見せることができるかどうか、これがプロですからね。順位は関係ないはずです。先頭打者の時に代打持ってきたっていうのはやっぱピッチャー嫌ですよね。これ左に悩まされましたからね、小池はね。でも、もう決めたんだから行くぜということでしたがね。際どいと言えることに、あの最近の若いピッチャーからは、すいません、あんまり聞かないセリフですよ。そうですね、正直なところ、まあ、気持ちはね、すごく向かっていく気持ちを持ってますからね。取りました。どうしたらいいかをちょっと考えてほしかったんだけどなと言ってましたからね。いやでもね、うん、まあ、僕も抑えやってましたよね。その前に松井君がエラーしてますよね、でエラーし、それはバットの心理としたらね、はい、3-0 だから、はい、あれでヒットかあるいは2本打ってたらね、はい、まず打ちますよ、はい、3-0 でね終わると悔しいのよ、はい、4-1にしたいわけよ、これで私は 1-2-3 でいったと思うんですね。あでもチームの価値とかありますからね、 2-0 なんですけど、だから逆に嫌なんですねもう明日の明後日のゲーム始まるまで。セカンドアウトがベースへ立ち上げに入ってフォースアウト。昨日の敵は今日も敵は、この後9時半からお送りいたします。野球の放送を延長してご覧いただいておりました。昨日といい今日といい本当に行き詰まるような大変な試合になりまして、放送時間の方は9時9回裏。それとしては大変楽しい。巨人ファンとしてはちょっぴり悔しい。いや楽しいですよ。そうですか。去年の僕 10.8 を見てから、はい。吉田さん一番大事なことだと思うんですよね。はい、そうです。特に中日にとってはね。だから昨日も今日もね、お客さんがね帰らないっていうのはやっぱりね、いいゲームだと思うんですよ。そういうゲームやっぱりたくさんしてね、野球ファンどんどん増えて、こういった力のこもったゲーム、熱のこもったゲームというものをさらにこれから先も見せてほしいなと思います。今日は解説が有本勲さんと牛島和彦さん、そしてコメンテーター糸井重里さんがゲストでございました。